はい、こんにちは。イラストレーターの斉藤直樹です。今日はですね、原宿の竹下通りに来ております。ここはですね、マックス村井さんが経営するユーリンアンっていうね、どら焼き専門店なんですけども、今日はここの壁に落書きをしていこうと思っております。今ね、時間が夜の8時半なんですけれども、お店がね、もう見ての通り閉店している状態です。まあ、店がね、営業している時間だと壁に落書きもできませんからね。店が閉まる時間を待っておりました。落書きしてやるぞ。ごめんごめん。別にね、僕が勝手にね、壁にね、落書きをしようっていうわけではないんです。まあ前にですね、村井さんのチャンネルに出た時に、アップバンクの社員さんで、ハラミンさんとフェスさんとナルミンさんとご一緒したと思うんですけども、その3人からね、依頼をもらったんですね。まあ多分ね、立て付け的にドッキリ企画だと思うんですけども、まあドッキリの方はマックス村井チャンネルでやると思いますので、僕がね、しっかりとワクワクできるような絵を、店の壁にね、ドドンと描いていこうと思っております。いやー、壁にね、落書きするの実は初めてなので、ちょっとねドキドキしているんですけれども、画材をたくさん買い込んできました。もうね、世界堂で買ったんですけれども、店員さんにね、こんなに買うのみたいな顔をされました。はい、どういう絵を描くかは結構ね、もう頭の中でイメージできていますので、はい、描くのが楽しみです。はい、あとですね、さっきどら焼き食べたんですけども、まあ、かなりねたくさんの種類があるんですけども、この卵明太のやつがどら焼きなのにしょっぱくてめっちゃうまかったです。小腹が空いている時とかね、あと朝ごはんとかにすごいね合うなって思って食べました。はい、めちゃめちゃ美味しかったです。で、皆さんね、竹下通りに来た際にはぜひぜひ食べてみてください。それでは早速落書きしていきましょうか。行ってみます。さてと、準備できました。床を汚してしまうと悪いので、ブルーシートと段ボールを敷いて準備万端です。それと高いところに描くので、脚立と絵の具もたくさん用意しました。ちょっとね、どのぐらい使うのかあんまり読めないので、とりあえずたくさん買っておきました。絵の具の種類はアクリル絵の具ですね。塗った後素早く乾くので壁画の作業に最適です。こんな感じでプラのコップを用意して、これをパレット代わりにして描いていくことにします。あと F で各種ですね。今回は色数が多い絵を描いていく予定なので、少し買い足して絵の具の種類多めに用意しました。これは壁に下地を塗る前のマスキングをしている様子です。今回描こうと思っている絵は真四角ではなくて、少し変わった形の絵にしようと思っているので、絵の形通りに画面をくり抜いていっている感じですね。いや、本当言うとね、途中でちょっと後悔しました。だって真四角だったらこのマスキングの作業も5分ぐらいで終わっていたと思うんですけど、変な形にしようとしたばかりにマスキングだけで 3,40 分かかっちゃいました。あー、俺のバカ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 って自分の判断を呪いましたが、まあでもこういうのもやってみて初めてわかるということを考えれば、今回の収穫はその分大きかったと言えるかもしれません。下地を塗る作業は単純といえば単純です。ひたすらローラーにジェッソをつけて、コロ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 壁を転がしていきます。キャンバスである壁をツルッツルにしたい場合には、塗って乾いた後で表面をヤスリがけしてゴシゴシ削ったりするんですけど、今回は別にツルツルにしたいわけではなくて、壁に直接絵の具を塗るよりもね、絵の具の発色を良くすることだったり、あとは単純に描いた後の絵を長持ちさせることが目的なので、何度かの塗り重ねやヤスリがけなどはせずに下書きを塗っただけで、この段階は OK にすることにしました。ジェッソを塗り終わって下地が乾きましたので、そこに鉛筆で下書きを施していきます。こういうアナログ画って描いてみて初めてわかることのオンパレード、実際にやってみて気づくことがたくさんあります。今回壁画を描いてみて、序盤からねすごく感じていたことは、壁画って絵を描くっていうよりも完全に肉体労働だってこと。腕をねずっと頭よりも上に上げておく体勢を続けているので、単純に背中めちゃめちゃ使うんですよね。しかもより高いところに手を届かせるために脚立に乗りながらなので、変な体勢を続けながら、もうこんなに肉体労働じゃんってね、一人で何度も突っ込みました。うお、まだ色も塗っていない序盤なのに背中めちゃめちゃ痛いぞといったところで、下書きが用意できました。はい、ということでですね、今下書きができた状態です。こんな感じでね、まだ鉛筆画なのでちょっと何書いてあるのかわからないと思うんですけども、ここにね、町娘がいて、でユーリンアンのこの抹茶を持っていて、でこっちにね、これがどら焼きで、どら焼きくんがこうここから飛び出てるみたいな感じでイメージして描いてるんですけども、はい、全体像がこんな感じのね、変わった形になっております。いやー、完成どうなるんだろう。結
結構ワクワク半分不安半分って感じですかね。はい、頑張って書いていこうと思います。ここからは今まで準備してきた土台の上にいよいよ色を塗っていく工程です。いわば本番の作業。大胆に色を塗るためにはあらかじめ塗った後の色のことも計算することも重要ですよね。そのために紙に試し塗りするとあらかじめ色彩計画が立てられて良いですよね。早回ししているのでかなりサクサク進んでいるように見えますが、この工程はすごく時間がかかりました。1日目の絵の具を塗っていた時間は全部で13時間です。夜のね、9時に作業を始めて翌朝の10時まで休みなく塗り続けたので13時間ずっと立ちっぱなしでの作業、楽しかったですがね、かなりハードワークでした。いや、っていうかね、僕最近夜10時には寝てますから、そもそもスタートがほぼいつも寝ている時間からのスタートなんですよ。久々のね、徹夜作業にクリエイターって本来こんな感じだよなってね、なんか懐かしい感覚を取り戻していくような面持ちでした。あとはこれ別にアナログ作業に慣れた人にとっては普通なんでしょうけど、色を塗る順番についてですね、デジタル絵ってね、色を塗った後まだ乾いていないなんていうことありませんので、次々に隣り合った面積を塗っていくことができるんですけど、色と色同士を画面で混ぜないような絵の場合は特に隣の色が乾いてくれないとその隣の色を塗ることができません。だからこっちを塗ったら離れたこっちを塗って、乾いたらまた元の場所を塗って、そしたらまた離れた場所を塗ってってね、デジタルではないような頭の使い方をしなきゃいけないのがアナログ作業なんですよね。特にカラフルな色の組み合わせが多く隣り合う場所は、あっち行ったりこっち行ったり作業する順番を考えなければいけないことが増えるので、結構ねいつもと違う頭の使い方をして疲れました。ただね、アクリル絵の具って僕にとって懐かしさもあります。今回ね、壁画は初めてだったんですけど、アクリル画自体は大学生の時に結構描きました。僕が行ってた大学は多摩美のグラフィックデザイン科っていうところなんですが、グラフィックデザインっていうから最初からバリバリ CG とか使いこなしそうなイメージあるじゃないですか。でもね、実はそれ全然違って、1、2年生の時は徹底的に基礎、キャンバスにアクリル絵の具を使って作品をひたすら描き上げるっていう、なんだろう、体作りで言ったらひたすら筋トレを繰り返してムキムキを目指すみたいなことをしてたんですよね。そんな過去があったので絵の具を使う感覚は結構こう残ってました。非常に楽しく1日目の作業を続けることができましたね。はい、ということで2日目です。絵はまだ途中なんですけれども、ちょっとしっかりと見せていきましょう。はい、こんな感じですね。途中経過まだね、僕の感覚的には 70% ぐらいかなっていうところです。はい、全体的に色は入ったんですけども、まだね線画が入っていないのでそんなに完成度が高く見えない状態っていう感じですね。一部この女の子のね輪郭あたり、ここにね線画が今入れたんですけども、こんな感じで線画を後から入れていくスタイルです。はい、これが入ると全体的にねググッと、完成度が上がって見えるのではないでしょうか。はい、ということで最後の仕上げ2日目やっていこうと思います。頑張ります。2日目は大まかに分けて線を描いていく工程になります。色を塗る面積で言ったら1日目の方が広くて大変だったんですが、2日目は少し質が違ってより繊細な作業が求められます。線はね、ちょっとしたブレやタッチの違いで印象がガラッと大きく変わってしまいますので、筆先まで神経を行き渡らせつつ繊細に繊細に整えていきます。実際に描いて気づくんですけど、筆ってちょっとした筆圧や筆の方向だけで線の太さが微妙に太くなったり細くなったりを繰り返すので、息を止めてめちゃくちゃ集中して体をぶらさずに線を描き上げる必要があります。1日目とはまた一味違った集中力が求められる作業でした。でもね、確かに集中力が必要で疲れる作業ではあったんですが、その分どんどんと完成度が上がっていくのもこの工程の魅力ですね。はい、見てください。今までね、ふわっと空中を漂うような印象だったものが、がっつりと黒い線を描き足すことによって急に実体を表していくような、そんなね存在感を得ていくような、この工程の気持ち良さを1日目は本当にこれ終わんのかなでね、最後の最後まで不安いっぱいだったんですが、2日目はやればやるほど完成度が上がっていったので、とてもね楽しいひとときでした。余談ですけど、今着ているこのつなぎはこの企画の
ために買いました。絵の具の作業をしているとどうしてもね汚れちゃいますから、こういうのが一着あると今回のような企画の時に着れるんじゃないかなって思って用意しました。エプロンもね実は持ってきたんですけど、エプロンはねするの忘れちゃいました。さあそんなこんなで2日間に及んだ壁との格闘もいよいよ佳境です。作品全体の仕上がりに関わる輪郭部分を丁寧に整えていったら、はい、マックス村井さんのお店油林庵の壁に落書きしてみた。富士山がドーンと中央にそびえ立つ原宿どら焼きのイラスト完成です。いかがでしょうか。油林庵はどら焼き専門店なので大きなどら焼きを中央にあしらっております。まあどら焼きって言ってもね、油林庵のどら焼きは一味違って、まるでケーキのようなどら焼きがコンセプトだということで、中に生クリームやいちごなど和菓子とは思えないような華やかな見た目がポイントですね。マックス村井さんはどら焼きで天下を取るつもりだということなので、背景には日本の象徴富士山がデカデカとそびえ立っております。手前に書かれた油林庵の文字は、店がね原宿にあるので場所柄グラフィティアートを意識しておしゃれに書かせていただきました。中央から飛び出してきているどら焼きくんは勢いで飛ばされないように頭の上のどら焼きの皮を両手でしっかり押さえ込んでおります。そしてそして油林庵はインバウンド、海外からのお客さんがめっちゃ多いということなので、中央の富士山の中にはいろいろな日本文化の象徴が所狭しとびっしりと書き込まれております。縁起が良くて派手な見た目の金色もふんだんに使いつつ全体をまとめてみました。はい、といったところで壁画が完成しました。いやーすごい、初めてのチャレンジだったんですけども、さっき村井さんのチャンネルで踊ったんですけども、どうですか。サプライズもサプライズ、初めて言う、もうねめちゃくちゃ上手って言い方あれなんですけど、これは感動する。いやよかった、日本中から海外からって言ってお客様が来て、ここで見られるわけですよこの壁画、はい、多分皆さんねすごいいい思い出になると思う。たくさん写真撮ってほしい、日本が詰まってる、これでもかっていうぐらい詰まってる、もう詰まってる、はい。で村井さんのリアクションは村井さんのチャンネルで、あのドッキリ動画でね公開してますので、めちゃめちゃ面白いリアクションだったので、はい、ぜひ見てください。それこんなんね、どんなびっくりするじゃん。だからキャンバスになってるもん、ね、すごい。でもねまだもう一つドッキリあるんですよ。この絵まだ完成してません、実は未完、はい、あちょっと寄っていただけると分かると思うんですけど、よーく見るとなんか足りないとこないですか。まさか下書き、これとこけし、あとここ猫、猫、これ風鈴なんです。おお、ここ書いてませんまだ。でこれどうするかっていうと、お三方に、おお、いや書いてもらおうと。いやすげえ。だって僕だけでその油林庵を作り上げたら申し訳ないじゃないですか。いやだからどうせだったらお三方に最後ねペンを入れていただいて。協調みたいな話になっちゃう。そこで完成させようっていう。なんちゅう粋なことを。やばい。ここで日本粋。いや。ここにちょっと連名でマックスもらって。そう。言ってはダメ。主張が強すぎる。このぐらいの太さなんだ。ああ太い。これ太いでしょ。これ太い。ああ上手。いやこれ自分で一本線引いただけでこの先生のやってることのすごさがめちゃくちゃわかる。この先生2日でこれを書いたんですか。そうなんです。これ無理だぞ。いや意外と難しいです。いや意外とめちゃくちゃ難しい。やばい、こういうことか。おーむっつやばい、いい風鈴ですね。むっつめちゃくちゃむずい。今2分ぐらいかかったね。かかった。斉藤先生がどれだけの時間をかけて。いやほんとよ。これはいきます。はい、猫ちゃん怖いなこれ。何回かに分けて描きます。おー、ちょっとこの辺が太くなっちゃったんですけど、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。よかった。お疲れ様でした。しかもこれやってみて分かりましたけど、あれってこれ塗る順番乾いてたから手をつけたけど、それ計算しながら描いてるってことですよね。そう、だからこれ書いてて、はい、この辺書いたら一休み、はい、この辺書いたら一休みっていう感じで。そうなりますよ、ね、ことですよね。結構ね、これ書いてる時はもう満身創痍みたいな、はい、はい、乾くの街ですもんね。疲れた。
もう横でずっと練習してる。めっちゃ練習してるし、もうこけしを描いてる。おっしゃ、いきます。おっしゃ、お願いします。謎の自信。先生、こんな機会をいただきありがとうございます。どういたします。はい、カントリー、ありがとうございます。カーサーこけし、うまい、うまい、いやー、いいですね。なんかすごい3人ともうまくできた気がする。うまい、よかった、よかった、よかった。いや、めちゃめちゃいい感じで書けましたね。いや、すごい、ありがとうございます。よかった。なんかいつもね、一人で作品を仕上げることが多いんですけども、今回はね、合作ということで。おー、それ多い。3人の、メンバーとともに。おそれ多い、確かに。おそれ多い、合作です。本当の意味で完成しました。ありがとうございます。完成。じゃあ書いた感想をちょっといただけますか。いや、プレイさんから。プレイさん、これ大変な労力ですね。労力大変ですよね。えげつない時間かかりますね、うん、ていうか、なんか集中力がやばくないですか。もうこの短い線とかで私一本書きできなかったですもん。スッスッスッって書き足す感じ。これとかまあまあまあ、まあまあね、全体見た時にやばいとこたくさんありますけど、これ1個取ってもまあまあやばいっすよね。いや、とんでもないことがやられたなって思いました。いや、なんか良かったね。すごい、それを知っていただけただけでも嬉しいです。ハラミンさん、どうですか。はい、いや、もう今ね、実際書いてみてね、いや、ほんと線1本書くのめちゃくちゃ時間かかったじゃないですか、うん、改めてオファーした見ながらめちゃくちゃとんでもないオファーをしてしまったなって思いました。それをだってもう何倍も大きいのこうやって書いてくださったわけだから、いや、もう本当すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。あれ、オファーを送ってくださってありがとうございました。本当だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、フェスは、はい、お願いします。いや、もう本当に2人の言う通りで、少し書いただけでもう手震えるし、目も痛くなるし、集中力も全部そこに注いで疲れたし、それをこの分量、この大きさで書くっていうのは相当な労力だなって思いました。フェスさん、本当になんか息止めてましたもん。いや、もう止めてました。呼吸忘れてました。全部微動だにしないなと思って後ろから見てました、はい、手だけは震えてたんですけどいや、でも本当にありがとうございます。そして家具っていう貴重な体験をさせていただいて、本当に恐れ多いです。ありがとうございます。いや、なんかこれを見てね、あ、俺も書いたなっていうことを思い出してほしいというか、なんか見るたびにエモい感情になれるかなと思ったので、なんかこんな感じで企画じゃないけど逆ドッキリみたいなをしてしまいました。喜んでいただけて嬉しかったです。はい、でね、ユリアン、原宿の竹下通りを進んだところにありますので、はい、ぜひぜひね、来ていただいて、ドラ焼きめちゃめちゃいっぱい種類あるんですよ。なので、好きなドラ焼きを探してね、ぜひ食べて、で、ここで写真を撮ってください。ぜひ、よろしくお願いします。ぜひ、ハッシュタグこちらでございます。作品名がそのままハッシュタグになってます、はい、これつけてどんどん投稿してくださいね。はい、といったところで、今日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、こんにちは、マックスプレイです。めちゃくちゃ可愛いイラストだったのでステッカーを作らせていただきました。この動画公開後、ユーリンアン本店にて先着1000名様、ステッカープレゼントさせていただければと思いますので、ぜひともゲットしに来てください。